皆さんこんにちは、安です。今回はですね、ウェーブスが、最近出した、アビーロードチェンバーズの音をですね、スネアドラムでいろいろ聞いていってみようという、それを楽しんでいこうという回です。でちょっと以前アビーロードチェンバーズのね、ここで取り上げた時に、なんかこうスネアとかギターだけとかボーカルだけとかみたいのでね、試してみたらもういいんじゃないかななんてね、ちょろっとこう触れてたんですけれども、それをね今回やります。ということで、用意した音源はスネアドラムですスネアのドラムのみです。で、打ち込みでもいいというか打ち込みの方がいい場合もあるんですけれども、今回ね用意したのはスネアドラムですね。生のスネアドラム、これを叩いて録音したものを、使って聞いていきます。でね、フレーズはね簡単な感じでこんなの、こういう簡単でこう間があるやつ、割とそのエフェクトの成分がねちょっと聞きやすいように、ちょっと適度に間を空けるようなね、フレーズにしてあります。ということで早速聞いていきましょう。で、聞いていくのはね、全部やっていくわけではなくて、スネアドラムですね、プリセットにスネアって書いてあるやつだけ漁っていきます。で、そんなに数はないのでね、割とすぐ終わるんじゃないかなと思います。じゃあ行きましょう。まず流しますね、録音したやつね。っていうやつです。で、これでエフェクトを通して流していきます。まずはね、これいきましょうかね。これ、こっからですね。これなんか上には多分ないですね。見逃しがなければなかったです。ということで、こっからいきますね。スネアルームブライト。
うん、いいですね。なんていうかな、これ打ち込みにこそいいかもしれないですね。打ち込みでドラム、まあ、例えばドラムやった時になんかこう線が細いというか、抜けすぎるというかね、そういう時にちょっとこう雑味を混ぜて、ぐちゃっとしてやるというかいやぐちゃっと言い過ぎか、うん、厚みを出すっていう目的でやるっていうのは、ちょっとこう混ぜるっていうのはね、っていう使い方もね、いいんじゃないかなと思いますね。うん、そうだな、なんだっけさっきのなんだっけな、あ、これだ、これかな。うん、なんかこんな感じでちょっと足してやって雑味を加えるみたいなね感じで、細いなーっていうやつの場合ね、足すみたいな感じ、なんかこういうのいいですよね。うん、まあそんなところですかね。うん、いいですね、アビーロードチェンバーズね。ということで終わります。ご覧いただきありがとうございました。